東京で生活で気づくことは、誰がでも暮らしやすい街です。至る所でバリアフリーが配慮された施設が見られたり、最近は英語だけでなく中国語や韓国語の案内も増えています。子育て支援がすごく充実しています。東京は本当の意味で子どもの味方です。